大谷竹春のマイロードラジオ。こんばんは、名古屋在住のシンガーソングライター大谷竹春です。さあ今日までゴールデンウィークだという方も多いのではないでしょうか。たくさん遊んだ帰り道の車の中で聞いてくださっているあなた、家に着くまでがゴールデンウィークです。安全運転で帰ってくださいね。それでは今週もどうぞお付き合いください。竹春のマイロードラジオ。はい、最近ですね、季節柄結婚式によく出席するですね友達が周りに多いんですね。まあ来月はジューンブライドですからね、結婚シーズンになってきますけども、まあその時にですね、こう人前で挨拶をしなければいけないんだっていうね方が多くて、で人前に立つとちょっとこう緊張してね、滑舌が悪くなってしまうっていうちょっと相談を受けることが多いんですね。まあ、そこでですね、本日はこのコーナー、大谷竹春のワンポイントボイトレアドバイス、イエーイ。はい今日のアドバイスはですね、ベロのウォーミングアップで滑舌バッチリだい。はい。なんか一人で盛り上がってますけども。はい。ベロはですね、ベロ、舌ですね、は筋肉でできてるんですね。で、このベロの筋肉をほぐしてあげないと、ベロの付け根が硬くなって、滑舌が悪くなっちゃうんですね。特に、こう、年を重ねていくとですね、ベロの付け根、まあ、肩こりと一緒ですね。年取ると肩こりひどくなります。それと一緒で、ベロの付け根もね、硬くなってしまうんですね。で、ベロの付け根が硬くなると、喉も実は締まってしまうんですね。うん。そうすると、いわゆる首をぐっとね、締められた状態で喋ることになります。うん。なので、ベロの運動をすることがですね、すごく大事になってきます。で、さらに、やはり人前で話すとですね、緊張しますよね。で、緊張すると、いろんなとこに筋肉がぐっと力が入ってしまうので、よりベロのね、付け根硬くなっちゃうので、まあよく噛んでしまったりね、するんですね。まあそこで、ベロの運動をですね、今日は、アドバイスしたいんですけども、まずですね、皆さん、大人になると、ベロを、あっかんべーと、あーと出すことってないですよね。はい、なかなか人前でベロ出すことがないんですけども、このベロを、ぐいーっと出す、あっかんべー。そうそう、ディレクターさんやってくれてます。もっと出します。クワーッと。はい。で、ベロをぐーっと下に下げると、喉の奥がちょっとあくびする感じになるのわかります？あ。これ、ベロの付け根硬い人は、これしただけで、ってむせちゃうんですね。はい。その時はもう頑張ってベロの付け根を柔らかくしなきゃいけないんですけども、この、ベロをぐーっとだーっと出して、ちょっとあくびをしたような喉になった状態で、あーっと言います。そうすると、あーっていうね、声になるんですけども、すごく太い声が出るんですけども、これをやると、さっき言ったベロの付け根が柔らかくなって、そして喉もぐわっと開くんですね。これをぜひ皆さん鏡を見ながらね、意外にベロぐいーっと伸びません。はい。なのでそれを、日に日にね、毎日やると少しずつベロ長くなってきますのでね、ぜひぜひやってみてください。そしてですね、もう一つ、ラロラロラロ。はい。ラとロですね。これを10秒間、ラロ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 と言います。多分今のでも6秒、5秒ぐらいですよね。もっと10秒って長いんですけども、実はラとロ、いわゆるラ行なんですけども、必ずベロが上顎につきますよね。ラ。はい。つけずにラ行は言えません。はい。なので、このラロラロラロとベロが上顎につく運動をすることによって、またこれベロが柔らかくなると、言葉もね、話しやすくなります。はい。で、この時にですね、やはり話すとき、腹式呼吸が大事なので、お腹を少しね、手でグイーっと押しながら、ラロ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 と、ひたすら10秒間言ってみてください。はい。そうすると、どん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 ね、ベロも柔らかくなって、今日僕比較的噛んでないことないですか？
ね、やっぱこういうのをやると噛まなくなりますんでね。ぜひ皆さんもね、毎日少しずつやると必ずね、喋り方も綺麗になってきますのでね、試してみてください。はい。それではここで一曲をお届けします。おかげさまで25万部突破しました。噛みましたね。聞くだけで自律神経が整う CD ブックの中から、大谷武春で、新緑。お送りしましたのは大谷武春で新緑でした。大谷武春のマイロードラジオ。はい、今日はベロの運動の話をしましたけども、僕大谷武春はですね、伏見にありますアモンボイスミュージックスクールというところで、ボイストレーナーとしても活動をしています。声の質はですね、ボイトレすると必ず変わってきますのでね、興味ある方はぜひぜひですね、ボイトレのね、レッスンも、受けてみてください。詳しいことは、052-770-5843 052-770-5843アモンボイスミュージックスクールまでお問い合わせください。無料体験レッスンなどもねしていますので、ぜひ皆さんお越しください。そして、5月の24日日曜日 にはですね、大谷武春デビュー10周年ライブをやります。伏見にありますスタジオアモンというね、大谷武春のパーソナルスタジオでやります。開演時間は、午後1時半からになっています。詳しいことは大谷武春のホームページを見てください。そして番組ではメッセージを募集しています。メールはtaki@tokairadio.co.jp 大谷武春のマイロードラジオまでお送りください。それでは来週も聞いてください。大谷武春でした。バイバーイ。